どうも、こんにちは。弁当です。今回、万有引力について解説をしていきます。まあ、今回の動画で講義の前後にスライドをすべて見せます。まあ、だから講義の前にすべてスライドを見せますので、軽く要習をして、で、2回目のスライドの時に、ま、ちゃんと説明します。で、3回目のスライドの時に、え、ま、復習として見ていただくという形になります。まあ、あの、分かってるところもスライドだけは頭に入れてください。何書いてたかなっていうぐらいだったり、まあ、公式こんなんあったなっていうのは頭に入れとこうと。まあ、これは復習のためですね。 で、必死に覚えながら理解しながら見てください。まあ、もちろん、理解するので精一杯な方は覚える必要は、まあ特にないんですけど、まあ覚えながら理解しながら見ていただければ、この動画が最大限に利用できるのかなと思います。で、あの、忘れて覚えるがワンセットなので、あの、復習の時に、まあ復習っていうのは講義の後にスライドを見せるんですけど、その時に、忘れてたらラッキーなんですね。だって忘れないと覚えませんからね。忘れないと覚えないので、忘れていたら覚えるチャンスなので、そこはラッキーだと思って、もう一回覚えてください。 で、え、電気とか時期の話、それから仕事とかエネルギーの話、全部まあ、いろいろひっくるめて、あの、お話ししていきますので、まあ、地頭から良くしていきましょうということになります。じゃあ、えっ、ー、と、予習ということで、全部スライドを送っていきます。万有引力の方式ありますよ、と。重力やりますよ、と。重力、万有引力はどうや、と。遠心力、万有引力とね。で、電波と比較していきます。空間の歪み具合って出てきましたね。 ここら辺は下がっていきます。空間の歪みとかでね、やりますね。え、電波っていうのはね、こういう風なのに、こういう電波の話とかね、適当にやっていきましょう。で、えー、まあ遠心力の話とかね、やっていきます。バイオンデックのエネルギーっていうのは、負の値を取るよと。死亡が必要だよと。で、仕事っていうふうなのは、まあ力かける距離やねと。速さ一、それぞれこうと。で、えー、まあゆっくりね。F イコール MG! 要するに力の釣り合いが起きてるってことですね。で、まぁ、あ、H メーター上にもし動かしたならば、 位置エネルギーが MGH と、まあ、おなじみのやつですねで運動エネルギーの場合はどうやというと、まあ、等,等加速度直線運動の公式に当てはめていくと変形、まあ、していってこう出てくる。おこれってもしやね 運動エネルギーじゃないですか、ということでね。で、え、w コール fx というので、ね、ま、積分していきます。で、積分して、あのー、分母がゼロになっちゃうんですね。じゃ、これはまずいっていうので、あの、最大値をゼロにしようっていうので、別の考え方をします。で、別の考え方をすると、まあ、なんとかうまくいきますよと。ここで、あの、分母が無限になっても大丈夫なんでね。で、まあ、二つの公式がありますよねと。まあ、片方はマイナスがつかないのに対し、片方はマイナスがつきますよと。で、二乗一乗っていう感じですね。 で、第一宇宙速度、第二宇宙速度ということで、第一宇宙速度というふうなのは、まあ、こういうような、まあ、運動方程式を解いていきます。で、第二宇宙速度というふうなのは、まあ、えー、っと、力学的エネルギー保存の法則を使っていきます。ということで、えー、ちゃんと説明をしていきます。万有力の公式っていうのは、こういうふうに表されるんですね。F イコール g かける r 二乗分の M1、M2。こう表されます。 前提としては、二つの質量を持つ物体がそこに存在してるんですよと。まあ、例えば、空論力の公式だって一緒で、二つの電気量を持つ物体がそこに存在してると。これが、えー、まあ、前提になってるわけね。 で、磁力の公式も一緒で、まあ、M1、M2、これ磁気量です。磁気量というのは磁石の強さ。すなわち、二つの磁石みたいなのがあるんですね。まあ、磁石でいいでしょう。二つの磁石があって、そこに対してどういう引力が働いてるかと。要するに、磁石が二つ準備されてるっていうのが前提なんですね。こんな感じです。万有引力の場合は、二つの質量を持つ物体がそこに準備されてますよと。で、空論力も一緒です。二つの電気量を持つ物体が、 ビリビリした物体が準備されてますよと。で、磁石が2つ準備されてますよと。で、それぞれすごい似てます。公式がね。なので、万有引力も、まあ、ここら辺覚えてる人は、まあ、そこまで、あの、気を張って覚えるものでもないよということになります。まあ、覚えてなかった方は、改めて覚えておいてください。f イコール g の r 事乗分の m1,m2 と。じゃあ、重力の話をしていきます。重力って、 ですね。地球上の物体に働く力、これが重力なんですけど、えー、地球と一緒に回転してますね。まあ、いろんな物体、僕たちもそうですけど。そうすると、僕たちっていうのは、基本的に等速円運動を行っているわけです。ということは、遠心力が発生してるんですね。で、まあ、遠心力を考えるにあたって、まあ、ここら辺の、ま、地球と我々物体の、ま、関係を見ていかないといけないんですけど、地球の中心、これが質点です。何言ってるかというと、 地球のど真ん中に質量が集中してると考えるんですね。で、あと、ここ、えーと、ここ赤が赤い部分を中心とすると、白の部分がその他の領域になります。白のその他の領域には、あの、真空だと思ってください。ここは真空で 0kg です。0kg の集まりです。で、ここの赤い部分に、 地球の質量がすべて集まっていると考えてください。本当はそんなわけないですね。本当はそんなわけないんですけど、本当空っぽの卵の殻みたいな感じで、風船みたいなもんやと思ってください。風船のど真ん中にすっごい重い金属の塊があると考えてください。これが地球の考え方です。本当は違うけどね。でもこう考えて矛盾がないから、こうしていきましょう。えー、物体地球間で万有引力。すなわちこの赤い玉と我々物体。ここの間で万有引力が起きているわけです。 重力の正体っていうのは結局だから、万有引力。それから、まあちょっと軽減されます。遠心力があるので。遠心力と万有引力の結局合力なんですね。これが重力の正体。二つの力で構成されてたわけ。ただし、遠心力っていうのは、まあ僕たちも感じているように、遠心力があるからといって、あの、宇宙にポーンと放り出されたりしませんよね。基本的に下に下に僕たちは動いていきます。つまり、万有引力の力ってすごい大きいんですね。 なお、一般的に遠心力っていうのは無視して OK なんです。いいかな。よって重力っていうふうなのは、万有引力だと考えていいんです。だから、重力イコール万有引力という公式を使ってください。で、詳しく説明していきますと、このでっかい M というふうなのが、地球の M です。ちょっとパソコンなので字が来たごめんなさい。地球の M。で、この小さい M が、ま、我々、我々物体の m なわけですね。で、この r という風うなのは地球の半径です。ここは r としてやりましょう。いいですかね。はい。で、両辺、ス m ール m で割り算をすると、こういう風うな式が訪れます。いいですかね。はい。まあ、結局、あの、力が一緒だよということを言ってるだけです。で、電波と比較していきます。ちょっとここの g という風うなのに注目しておいてください。 重力の公式。ま、これはわかりますね。で、電、電気力の公式もこんなんやったなって思い出していただければ。で、M という風なのは質量という名前が付いているんですが、要するにどっしり度合いです。逆にこの Q、これっていう風なのは電気量と呼ばれまして、ビリビリ度合いなんです。いいかな。で、ここ Q と書いてますが間違いです。ごめんなさい、えー。空間の歪み具合、重力場ということで、えー、これ G ですね。えー、っと、この重力加速度 G という風なのは空間の歪み具合なんですよ。 要するに空間が歪んでないと僕たちはあの無重力空間に存在してるはずなんですね。空間が歪んでるからこそ重力とかいう意味わかんない下の力が働いてるの。これが場の力。場の力ってのは空間が歪んでるから発生してるの。わかりやすい例として電波。電波っていう風なのはプラスの電気とマイナスの電気が存在する。その状況がないと発生しません。電波という風なのはある種空間の歪みなんです。 プラスの電気、マイナスの電気によって、その場がグイッと、グイッと歪められた。その状態が電波。これが重力場でも言えるわけです。いいですかね。なので、こういうふうなどっしり度合いだったりビリビリ度合いっていうふな、まあ、一つの物理量に対して重力場、電波。え、これを掛け算すると、これが空間の歪み具合を表現しています。 いてことで、ま、電波の公式ですね。こんなんがありました。で、あの同時に、えっ、ー、と、こんな公式もありますね。空論力の公式。点電化の公式ですね。とていうことで、ま、Q1。このプラスの電気の視点で見ると、えー、電波っていう風なのはこう表されるんです。なんでかというと、えー、この公式とこの公式を連立方程式を解くことによって、電波はこう表現できるからです。いいですかね。結局、F のところに QE を代入してるだけね。 読み上げると、QE イコール K の R 字乗分の Q1、Q2。もう一回言うよ。QE イコール K のホニャホニャ。っていうことね。で、えっ、ー、と、Q で割り算してください。えー、e が出てきます。Q2 の立場なら E イコール Q1 と。要するに分子が本来2つの電気量だったのに対し、1つの電気量になってます。それは割り算が起きたからですで。割り算が起きてるんですが、電波の正体は相方なんですよ。相方によって、 その空間が歪められてる。Q1、俺は悪くねえよって言ってんのね。こいつが全部電、なんか、こう、空間歪めてるんだって。だって、こいつは、Q1 にとってみれば、この Q2 がいない限り、力働かないもんね。Q1 が独立してたら、別に力働かないもん。だって、プラスの電気ポーンと置かれてたって、マイナスの電気がない限り、空論力は働きません。なので、相方、 という存在が電波なわけです。相方という存在が空間の歪みなわけです。空間の歪みがあるからこそ勝手に動いちゃうんです。いいですかね。ということで、空間の歪み G とか E っていうのはこういう風うに表されるわけ。電波やりました、ね。この前なんかね、あの、よくわかんない、あの、公式やったと思うんですけど、結局重力加速度 G という風うなのも似たような表現ができます。地球の質量、M、ラージ M に対して、まあ、こういうのは電場とかね、そういう比較をしてみると、すごい当たり前の式なんですよ。だから、この式は別に覚えなくてもいい。電場の式を思い出しながら、あ,あ、こんなんやったなって思えば全然問題ないので、まあ、やってほしくないのは本当に、こう、なんだろう、スモール M で割り算したりっていう、その時間がもったいないので、パッとこの式は出るようにはしておいてください。結局、空間の歪みなので、電場と言ってることは一緒なので。いいっすかね。 じゃえー、電波っていうのは何によって作られてるんだろうさ。プラスの電気の立場で言うと、マイナスの電気によって俺は動いてるぜ。ということは、マイナスの電気が電波の正体。で、マイナスの電気の立場で言うと、プラスの電気によって俺は動いてるぜっていう思ってるわけだから、プラスの電気が電波の正体。空間の歪みの正体。いいですかね。ここまででなんとなく頭がブラッシュアップされたと思います。じゃあ、万有引力の説明に戻っていきます。えー、横からの下の上か、上からの視点で、まあ、 地球っていうものを眺めていきます。そうすると、まあ、え、これ横からの視点です。まあ、ここら辺に日本がありますよね。あの、緯度が35度ぐらいなので、え、小物体があって、まあ、シータか、傾いてます。半径が R です。地球があって、これ赤道だと思ってください。赤道ね。赤道で、まあ、ここら辺に日本があって、まあ、日本で小物体を観察しています。で、上から見てやるんですね。上から見てやると、あの、ちょうどニュートンリングみたいな感じで、こう、あの、ちっちゃい、 円と、でっかい円が見えてるわけですよ。そうすると、ここが日本の存在する移動の、まあ、こ、ここですね。これを円状にするとこれになりますよと。要するに、ここに今日本があって、ここで物体を観測してると考えるんですね。これが赤道ね。上から見た。まあだから北半球だけ見えてる状態ね。これで、えー、今、等速円運動をしているわけだから、 えー、まあ、よう分からんけど、まあ、緯度の傾、なんかね、地軸の傾きとかどうでもいいので、あの、V メーター毎秒でこう、動いてると考えます。そして、そして、ここの円で考えるので、結局、この円における半径という風なのは、R cos θ なんですよ。だってここ θ だもんねで。R cos θ になるわけです。まあ、ここ sin θ とかと間違えちゃいがちなんですが、まあ、ここら辺の説明はちょっと省きますね。R cos θ になりますよ、と。 で、えー、小物体の軌道ですね、結局言ってることは。で、こっちが地球の円周ということで、まあ、R コサインしてなりますよと。つうことは、遠心力 MA ってわかりますね、もう。MA イコール、MR オメガ二乗っていう公式があります。なので、半径が R コサインした。で、えー、まあ、角速度はもう <laughs>、計算すればいいので、特に求めません。なので、オメガ二乗このまま置いときましょう。で、まあ、遠心力、求めれましたよね。これで。 とりあえず、説明は終わり。何をしたかったかっていうと、さっき、重力っていう風なのは、ちょ、書きますね。重力っていう風なのは、万有引力と、遠心力。この二つによって成り立つよっていう話をしたんですね。なので、万有引力は楽勝なので、遠心力、ここら辺抜けがちだから説明しただけになります。じゃあ、万有引力のエネルギーということで、ここ結構大事な話になります。えー、と、基本的に負の値を取るっていうことですね。 エネルギーが負の値取るで意味わかんないんですけど、あの負の値取っちゃうんですよ。で、理由としては、一応頭の中に日本語だけでも入れといてください。無限円を基準に取っているから。何言ってんだって話ですけどね。まあ、今のところせ、あの、理解できてなくていいので、無限円を基準に取ってるんですよ。で、えー、仕事とエネルギーの関係。まあ、まずエネルギーを把握する上で仕事ってかん、あの、理解しとかないといけないので、基本事項として、仕事には主語が必要なんです。うん、何言ってんだって話ですね。 例えば、仕事っていうのは結局力がすることなんですよ。俺たちがすることでも、例えば、あの、A さんがすることでも、B さんがすることでもないんですよ。仕事っていうのは力がすることなの。だから、外力の仕事、重力の仕事、電気力の仕事っていう、なんとか力の仕事っていう言い方をしなきゃいけないのね。もちろんこれ省略されてることもあるよ。だけど基本的には主語が必要なんです。で、こう考えると、結局力という風なのが、外力と、 場の力この二つに分けられませんかもちろん摩擦力とかありますけど、分かりやすいもので考えると、外力と場の力に分けられるわけです。いいかなってことは仕事をするやつ、主体としては、外力か場の力、このどっちかになるわけですよ。じゃあ仕事、深掘りしていきます。え、W イコール FX ですね。仕事イコール力る距離と。で、外力が仕事をすれば、エネルギーが溜まります。 外力が、ね。外力が仕事をすればエネルギーが溜まるんです。この関係しっかり押さえておいてください。仕事とエネルギーの関係を、なんかわかんねえや、ははん、じゃなくて、仕事が、で、間違えた。外力が仕事をすればエネルギーが溜まるんです。だから、エネルギーの溜め方、簡単です。速さとか位置に対して、要するに、外力によって速さを上げてやったり、外力によって上に持ち上げてやる。もう一回よ。外力によってそのスピードを速くしたり、外力によって持ち上げてやる。 速さとか位置の媒体でエネルギーを貯めてやればいいの。だから外力が仕事をすればエネルギーが貯まってそういうこと。運動エネルギーという位置のエネルギーじゃん。言ってることわかりますよね。で、もう一つポイントがあって、仕事をするときはゆーっくり動かしてください。ゆーっくり。だからエネルギー貯めたいなーと思ったら、まあ、まず上に動かしますよね。位置エネルギーの媒体でエネルギー貯めたいので。で、この F が大きかったら結構早く移動しちゃうんですよ。で、これがまずいんですね。あのー、 仕事っていうのを考える上で、仕事っていうのは考える上で、ゆっくり動かした後考えたいんです。え、それはどんぐらいゆっくりかっていうと、100年、200年、300年かけたいんですよ。つまり、F の大きさは MG です。動かんやないかって思うかもしれないけど、もういいんですよ。あの、0.0001ぐらいの誤差を作ります。で、頑張って一番上に持ってくるんですよ。0.0001ぐらいの誤差を作って、上にじわじわじわと300年ぐらいかけて、 動かすって考えてください。多分この考え方が一番腑に落ちると思います。で、あ、ごめんなさい、切れてますけど、もし H メーター上に動かせばということで、H メーターここからブーっと300年かけて動かします。ゆっくり動かします。そうすると、えー、結局外力かける距離という風なのが、えっ、ー、と、溜まったエネルギーですね。で、MGH の仕事をしました。仕事。外力が仕事をしました。外力が仕事をすれば、エネルギーが溜まります。 つまり、MgH のエネルギーが蓄えられたぜ。ってことは、今の1エネルギーは、エネルギーは1として媒体、1を媒介として、1という媒体で貯められているので、MgH やね、と。こう言えるわけです。じゃあ、運動エネルギーの場合どうかというと、えっ、ー、と、一定の力。 ま、加速度 A で、こう、動かしたとしますね。最初の T1 という測定、T2 という測定、まあ、V1 という測定、V2 という測定があったとして、えー、MA イコール F とすると、結局仕事イコール FX、外力の力なので、まあ、もちろんこの加速度 A とか一定の力っていうのは、もちろん外力ですよね。あの、場の力なんて働いてないので。ということで、等加速度直線運動の公式より、こんなのがありましたね。ちょっとこれミスってます。ミスってるんで、ちょっと書き直しますね。 ここ2乗です。ごめんなさい2乗です、す2乗してますねっていうので、まあ、こっちもちょっと2乗抜けてるんですけど、結局、運動エネルギーの公式になりますよね。だから、あのー、動かせば、要するに仕事をすれば、外力の仕事をすれば、速さという媒体でもエネルギーを蓄えることができるんですよ。それを言いたかっただけね。いいですかね はい。ということで、ここまでがとりあえず仕事とかエネルギーの基本知識になるんですけど、実際にじゃあ、万有引力の位置エネルギーを求めていきましょう。えー、w イコール fx。これは、ま、正確には、あの、積分で考えるんですね。結局、あの、仕事っていうのは面積です。fx グラフの面積を求めたいので、まあ、定積分をしてやればいいよと。力を定積分すれば仕事の値がわかるぜ。いいですかね。なんで定積分かっていうと、面積を求めたいからです。不定積分だったら面積はわかりません。 だから、不定積分なんかをしても、仕事は分からないわけです。だから、絶対や、え、やって、やって欲しいことは、えっ、ー、とね、不定積,う定積分なんですよ。定積分で面積を求めてやろう。面積を求めてやれば、いつも通りの考え方で仕事が分かる。ってことですね。<laughs> で、えっ、ー、と、こんな状況を考えましょう。まあなんか、二つの物体があって、まあ、地球となんかの物体だとしましょう。で、えー、結局はその、えっ、ー、とね、質点で考えるので、 中心、中心を、だからここに質点が集まっ質量が集まってる。この赤い物体の中心に質量が集まってる。中心に質量が集まってるって考えて、あと全部空洞だと考えるんですね。だから、えー、座標の取り方も、ここ0、ここ R です。いいですかねだから、こここんなところ0に取ってたら意味わかんないですからね。ここ何もないって考えるんですからね。空洞ですよ。 空ですよ。質量ゼロの空がここにあるんですよ。なんかこんなところにゼロ取っちゃダメですからね。ここにゼロ取ってくださいね。ここに物体があると考えるんですから。で、えー、求めていきますね。えー、っと <laughs>、じゃあ、ゼロから R のところまで、えー、物体をぐーっと持ってきたと考えます。そうすると重力に逆らって、ぐぐぐぐぐぐぐっと、外力が働いた。外力が仕事をしたわけです。そうすると、ゼロから R にかけて、えー、この力で仕事をしてやったわけです。 そしたらこれなんか、ね、仕事って求まりそうですね。外力の仕事が分かれば、位置エネルギーが分かるわけです。外力の仕事が分かれば位置エネルギーが分かる。ってことは、積分します。えっと、マイナス2乗なので、マイナス1乗にしたかったら、ここにマイナスがつき、2乗が1乗になります。分かんねえよって人はもう覚えてください。え、マイナスがついて、なおかつ2乗が取れます。で、上端下端引きます。おっと分母に0が来ちゃいました。 これは、ある種バグですよね。バグ。バグバグ。で、あのー、ままあ、どっちなんやっていうことなんですけど、結局、あの、0.0001なので、ギリギリいなんですよ。負にはならないんですよ。だから、すごいでかい値になるんですよね。すごいでかい値になる。ってなると、ま、あややこしすぎるんですよね。分母にゼロが来ると基本ややこしいんですよ。ね。極限とかでもやったでしょ。ややこしいねこれ。だから、ね、やめようと。1エネルギーの最大ゼロにしよう。 ということで、どう考えるかというと、が、逆転の発想です。重力が正義の仕事をしたと考えるんです。つまり、位置エネルギーが最大になる。無限に飛ばします。もちろん、重力の力って、万有引力なので、離れれば離れるほど、しょぼい仕事になるんですよ。しょぼい力になるんですよ。だから、X 座標が無限になると、もう、ほとんど重力働いてない状態なんですね。だけど、これだけは確かで、 ぐぐぐぐグっと無限まで持ってくると、すごいし、すごい量の仕事をしないといけませんよね。だから、ここが位置エネルギーの最大なんです。だとわかるよね。高ければ高いほど位置エネルギーって大きいんだぜ。ってことは、無限遠に飛ばせば、結局大きな規模で見れば、位置エネルギーが最大っていうことは言えるわけじゃないですか。じゃあ、ここを急にしましょう。無限遠から、こう持ってきたとしましょう。左に動かしたとしましょう。すなわち、重力が、 正義の仕事をした。重力によって、ここに動いてきた。まあ、わかりにくい、わかりにくいので、外力が負の仕事をしたと考えてもいいです。外力が負の仕事をして、位置エネルギーが減少したと考えます。要するに言いたいのはここです。位置エネルギーが減少したんです。無限から R に飛ばしたので。と考える。つまり、無限から R の動きを把握するんです。位置エネルギー減少してるのにもう一回言うよ。位置エネルギーが減少するっていう動きです。なので、ここが、 0ってこと要するに、ここの1エネルギーが0で、0からマイナス1、マイナス2、マイナス3、点点マイナス100。負のエネルギーを取ると考えるんです。減少したって考えるんです。そうすると、無限から R に動かしますよと。力はこんなこんなやれと。で、積分したらこうなります。R、無限って考えると、分母無限になりました。分母無限は関係ないです。分母無限になったら、分母がでかくなればでかくなるほど、これは0になるだけです。だから、 この答えっていうのは結局ここだけなんです。ということはこれが外力の仕事だったわけです。外力の仕事。いいかな外力の仕事、今、負だからね。だって重力が正の仕事をしたんだもん。外力が負の仕事をしたから、負の仕事をしたからこそ、位置エネルギーが減少しちゃったんだ。蓄えられてない。消費しちゃったんだ。っていうことですね。ということで単純な話で公式って2つだけなんです。この2つの公式をもう信じていただければ、 もう、後の問題、すべて解けます。だから、1エネルギーマイナスになるわけねえだろって、疑心暗鬼になるんじゃなくて、もうまず信じればいいんです。そうすれば、道は開けてきます。ということで、ちょっと話変えちゃいます。話変えて、まあいろいろね、ちょっと、えー、あっちこっち行って、まあ、演習ということで、やっていきましょう。第一宇宙速度。地球すれすれを回る人工衛星の速度です。 ということで、地球スレスレを回る人工衛星の速度を求めたいわけだから、地球スレスレを回ってるぜ。これが、これで、これだけが僕たちの与えられてる条件なわけだから、まずは運動方程式を立てましょう。あの、等速円運動のね。そうすると、等速円運動というのは加速度を分かってます。R、R 分の V 次乗それから、F という風うなのは地球スレスレですから、万有引力なんですね。で、今この、スモール R という風うなのは、地球の半径です。 地球の半径。イメージ分けますかねっていうので、じゃあこの万有引力って何だったっけっていうと、結局重力なんですね。そう。だから、重力によって、こうなっちゃったよって。そう考えたらいいんですよ。簡単ですよね。そうすると、v イコールルート gr と。こう求まります。いいですかねこの解き方は覚えておいてください。あのー、ちょっと厳密性には欠けるんですけど、あの、教科書の説明よりシンプルだと思うので、こう覚えておきましょう。 次、第に宇宙速度。こっち、ややこしいです。えー、っと、無限遠まで飛んでいってもなおスピードを持つ。普通さ、僕たちが、例えばね、今皆さんはテニスボールを右手に持ってます。で、そのテニスボールを上に頑張って放り投げてください。まあ、そうすると僕なんか運動神経悪いので全然高く飛ばないんですけど、すごいな、ね、野球部で肩強い人とかはポーンと上に飛んでいくんですね。でも、あの、宇宙までは行きませんよね。当然だけど。宇宙までは行かない。 でも、すっごい怪力のやつがいて、怪力のやつが、で、も空気抵抗なしにします。全部真空にしました。で、全部真空にした上で、ポーンと上に、すごいスピードで行けば、多分、すごいスピードだったらもう無限遠まで飛んでいって帰ってこないんですよ。でも、中途半端だったら、2年後ぐらいに落っこっちってくるんですよ。 言ってることは分かりますかつまり、えっと、無限遠の遠くに飛んでいくための最初の初速度の大きさ。初速度ですよ。第二宇宙速度ってのは。第一宇宙速度っていうのは、等速円運動の速度の話だったんです。第二宇宙速度っていうのは、単なる初速度です。いいですか口頭で言いますね。第一宇宙速度は、等速円運動の速度。第二宇宙速度っていうのは、初速度です。 で、行くと、えー、っと、結局、そもそもの、え、運動エネルギーがこうやとして、結局、ポーンと放り投げた時の V0。それから、え、最初の位置エネルギーですね。え、地面、地面上での位置エネルギーを考えてます。これ、万有引力の位置エネルギーで考えますので、こうなります。半径が R で、で、ここプラスって書いてる気持ちなんですけど、あの、結局、負の値を取りますので、なんか引き算になっちゃってます。要するに、まあ、位置エネルギーが減少してるよっていうアピールをしてあげればいいんですね。 で、右辺見てみましょう。先こっちから見てやると、これゼロですね。ゼロつまり、置エネルギーがゼロっていうのは、その万有引力の位置エネルギーの概念によって、置エネルギーが減少してない状態。ゼロなんですよ。ゼロといえば最大値。万有引力の位置エネルギーの最大値はゼロゼロといえば最大値。っていうことは、最大値なんです。で、実際、今座標、無限なんですよ。つまり、地球の中心と、 物体、よ。地球の中心と物体の距離が無限なわけ。つまりもう果てしなく離れてるの。果てしなく離れている。それは結局1エネルギーの最大じゃないですか。1エネルギーの最大が今、ゼロなわけです。言ってること分かってき始め、き始めましたかね。っていう話です。で、ここで、結局、この左辺がゼロ以上ならば、 こいつがゼロ以上というふうに解釈できます。これ0だからね、そもそも。こいつが0以上と解釈できます。そうすると、無限の時に、これ同時性があるからね。無限の時に、こいつ、運動エネルギー持ってますよってことは、ある程度こう、動いてるよっていうことですよね。つまり、こいつが0以上であれば、無限に飛んでいった時も、なおスピードを持ってるんですよ。つまり、これが第二宇宙速度の考え方。で、ギリギリ。 最初の初速度っていうことで、ギリギリスピードを持つ。ギリギリスピードがなくなっちゃった。でもギリギリスピードなくなっちゃっても、無限まで飛んでいけば、帰ってきはしませんよね。そこで止まったとしても、帰ってくるわけではないんですよ。だから無限まで飛んでいきました。はい、最後はならっていうだけなんですね。スピードが、まあだから、結局、イコールゼロの時に最初の初速度なんですよ。だからこれを解いてやれば、こうです。こうです。 で、えっ、ー、と、まあ、解いていく上で、まあ、一つアドバイスをしておきます。えっ、ー、と、mg イコール、まあ、こう、えっ、ー、と、半径 r のち地球があって、こうあったとしますね。そうすると、えっ、ー、と、万有引力の大きさというのは g の r 次乗分の mm、こう表現できますから、えっ、ー、と、m を消してやって、で、この分母におるなんかよくわからないやつを右に持ってきます。そうすると gr 次乗イコール GM なんですね。なので、この GM という風なのが、ゴミなんですよ。なんかご、ご、ゴミみ,みたいなね。どう、ちょっとごめんなさい。どうでも、どうでもよすぎました。えっと、結局ここに GR 事情、これを代入したらいいんですね。で、そしたらこういう形になりますよと。だから、一つこの手法は覚えておいてください。この手法を覚えておけば、まあ、後々困ることはないのかなという風に思います。じゃあ、えー、復習タイムということで見ていきましょう。 まあ、あの、ちょっとゆっくりめに送っていきますので、まあ、覚えてないなっていうのがあれば、えー、一時停止してみてください。万有引力の方式ね。で、前提というのがありました。磁気量ですね。磁石の強さ。こんな感じです。で重力というのは、結局、まあ、失点がありますよと。で、あと全部空洞ですよ。と万有引力ですよ。と合力だったんですね。万有引力ではなかったんですよ、実は。でも、無視しておけっていう、ことで。 重力っていうのはこ,う争えましたでこんなん出てきましたね空間の歪みね空間の歪みだからどっしり度合いだったりビリビリ度合いっていうのがあって歪み具合ね、うん、で、えーまあ、ここら辺はちょっとさらっと飛ばしますね空間の歪みの公式でしたプラスの電気の立場で言えば、まあ、マイナスの電気は電波の正体マイナスの電気の立場で言えばプラスの電気は電波の正体 っていう感じで、まあ、あのー、ね、こう見てやりました。で、これを見ていくと、MA イコールっていうことで、えー、遠心力も求まるわけです。で、万有引力のエネルギーね。基本的に負の値を取るっていう意味分かりましたかね結局、最大値が0なんで、負の値を取るんですよ。で、理由としても、無限円を基準に、無限円から動かしたって考えです。無限円から動かせば、1エネルギーは減少するぜ。いいかな 仕事には主語が必要。これ忘れてませんか仕事には主語が必要ですからね。外力の仕事、重力の仕事、電気力の仕事っていうふうに。仕事っていうやつがいたら、あの、殴っていいです。外力の仕事って言わないと、文章として成立しません。なんで、仕事っていうやつがいたら、あの、ほっぺたぶん殴ってあげてください。え、重力の仕事、あ、ごめんなさい。外力の仕事と場の仕事に分けられる。え、場の仕事ね。だから、あの、逆なのね、これ。言ってること。だから、あの、マイナ、プラスマイナスの関係なんですよ。外力の仕事と場の仕事って。 それは何でかっていうと、釣り合いがあったからです。釣り合いがあったからです。こうね。こう釣り合いがあったから、外力の仕事と、場の仕事っていうのは、え、プラマイ、だからイフ号の絶対一緒の仕事をする。って考えられるんですね。だからエネルギーを貯めたいなと思ったら上に動かすし、まあ、エネルギー貯めたいなと思ったら、外力に仕事をしてもらえばいいんです。外力に。で、エネルギーを減少させたい、消費したいって思えば、 場の力に仕事をしてもらえばいいんです。わかりやすく言うと、万有引力に仕事をしてもらえばいいんです。重力とかね。っていう意味。で、えっ、ー、と、まあ、結局、こう、ちょっと、F、F、まあ、0.0001ぐらいの誤差を作って、上に向かってぐっと100年ぐらいかけて動かしますよと。100年ぐらいかけて動かした結果、まあ、MGH のエネルギーが蓄えられたと。E、H エネルギーが MGH ということですね。 m イコル f とすると、仕事はこう。で、等加速度直線運動の公式に、こういう関係もありましたね。まあ、事情が抜けてますが。で、H エネルギーのを求めていこうというので、まあ、積分っていうのこれがありました。で、えー、っと、普通にやっちゃうとバグっちゃうんですね。なので、最大値をゼロにしようっていうので、えー、っと、無限円から考えるんです。で重力が正の仕事をする。 要するに外力が負の仕事をするって考えてもいいんですね。重力がぐーっとこう仕事をしちゃうから、位置エネルギーが減少したなって考えられるわけです。で、えー、だから無限から R に動かせばいいよってことでしたね。でも無限から R に動かすと、ちょうどこういった、えっ、ー、と、さっきやった位置エネルギーの公式が導けるわけです。積分でね、求まるわけ。 要するに、まあ、マイナスがつくかつかないかということで、マイナスがつくということを1つあの信じていただければ、位置エネルギーの減少を示すと考えれば、まあ、信じてもらえるのかなと。で、大中中速度というのは、等速円運動の速度でした。なので、こう考えられます。で、万有引力で基本考えたいんだけど、ここはちょっと裏技を教えておきます。重力でいけちゃうんですね。地球すれすれだったら、別に万有引力と重力、どっちで考えても OK なので。で、GR と。 で、大入中速度、えー、無限遠まで飛んでいってもなおスピードを持つ。何言ってるか分かりましたね。で、えー、無限遠、無限の遠くに飛んでいくための最小の初速度の大きさ。初速度っていうのが大入中速度。文章何言ってるか分かんねパーっていうふうな人も、大入中速度っていうのは初速度なんだってことは絶対覚えてそしたら、えー、っと、これですね。結局、あの、力学的エネルギー保存で、運動エネルギー、位置エネルギー、運動エネルギー、位置エネルギーということで、まあ、基本的に位置エネルギーが、まあ、 なんだろう減少している状態。無限を基準にして、まあ減らされている状態。これが元の状態ですね。で、えー、無限まで飛んでいくとこうやると。無限まで飛んでいった時に、なお、ここ同時性があって、運動エネルギー持ちますよってことでね。だから、えー、左辺が0以上だったら、まあ、ここも0以上と。で、ギリギリ0だったら、まあ最小の初速度がわかるよねと。で、えー、求めていきました。で、求め方としてはわかりますね。えー mg という、この重力という正体は、実はこれだったんですよ。もちろん遠心力、この存在は忘れてはなりませんが、基本無視していいんですね。なので、こことここ消して r 事情を、え、イコール飛び越して、左にプレゼント、左辺にプレゼントすることによって、gr 事情、イコール gm。これ gm というのを見つけた瞬間に、大文字が2つ、だから、連なってるって考えた瞬間に、gr 事情で置き換えていって。そういう、あの、 条件反射でいいんですね。GM。でっかい文字が GM。ゴミが見つかったってなったら GR 事情。小文字を代入して OK。こう考えておけば、まあ、条件反射としては完璧なんです。いいでしょうか。ということで、ありがとうございました。